はようございます。皆さん、右下拍手ボタン押してください。ブスブスっとな。王子ベッドだろ。いや、いないから。いや、王子連絡も返ってこないし、音信不通です。マジでどこ行ったんだろうね、クマちゃん。いや、私多分陽子といると思う。やっぱり陽子ちゃんといると思う。いや、陽子ちゃんといるんだよ。で、なんかその陽子ちゃんがあの DM で、なんだっけな、その配信外でまず話したいことがあるみたいなことを言ってたんだよね。多分前の予想では、そのなんか爆弾を抱えてて、暴露とかで、今日養分の誕生日じゃん。養分の誕生日までわざと行方くらませて、心配かけさせて、あの養分の誕生日にかぶせて配信つけるとか、心配させてじゃないの、おじの考えすぎ。いや、だって配信しないのおかしいもん。いや、昨日ね、朝ね、配信してたよ。前で半日寝ました。ずっと寝配信をみんなに見せつけてたから、もう寝た気がしなくて、やっと半日寝た。おはよう、あ、くまちゃん、おはよう。皆さん、右下拍手ボタンください。そう、食べてないから前ご飯食べる。昨日の昼から食べてないから。あ、ナイスした、ありがとう。いや、事件じゃないと思うけど、事件なんかな。でもこれさ、もし私のあのこれ当たってたらさ、怒られそう。この予想が当たってたら。だけど、なんか多分さ、美顔機能すると余計に顔がこけちゃうんだろうね。なんで台所？いや、ご飯食べる。半日ぶりのご飯。半日ぶりじゃないな。待って。王子が帰った日って昨日じゃないよね。え、王子帰ったの昨日だっけ？一昨日だよね。一昨日の昼から食べてないんだけど。一昨日の昼から。やばいな。そうだよね。いや、でもあの寝すぎたの。あのマジでずっと寝てたんだよ。もう少し太った方がいいよ。朝ロビンソンさんが陽子東京いるって言ってたよ。え、なんでロビンソン知ってるの？なんで知ってんだろう。なんでそんな痩せたの？いや、食べてないから。で、食べなくなったらマジであの胃袋ちっちゃくなっちゃってさ。ロビソンバーで働こうとしてた予定があった。なんかなんだっけな、なんかそれもなんかバックレターみたいな。2日も何も食べないでフラフラ、いや、もう寝てたからずっとベッドにいた。で、前さ、おでこいじってるだろうって結構言われるんだけど、いじってないか。おでこは前自前なんだよ。あれどう？のぐり食べたかった、のぐり。のぐりラーメン食べたかった。2個食べたっけ、最低。これでいいや、もう。のぐり食べたかった。激辛ラーメン。これ、5食入って150円だった。150円。
でもさ、キムチもう完売しちゃったからまたキムチ作ろう。5食150円ってめっちゃ安くない？美味しいのかな。やっと王子が帰ってやっと自炊してる。まいて自分のためには。え、でもそうじゃない、一人暮らしでさ、スープ作って何々作ってサイドメニュー作ってってしなくない？めんどくさいよね、自分のためにって。自炊です。久しぶりの自炊。いや絶対王子はあの養分の配信つけて絶対やるって。でももし養分がその誕生日会の時に王子が被らせてなかったらマジでちょっと焦っちゃう、前も心配しちゃう。養分が配信つけたら絶対待たせたなお前たちって始まると思うけどね。心配だよ、だって2日間一緒にいたんだよ。やっぱ心配になっちゃうでしょ。なんだかんだ2日間お泊まりした中で。あ、ゆらちゃんアイテム3個ありがとう。ゆらちゃんやべえ。今日何日？今日何日？14？これ賞味期限11だから、まあ大丈夫だね。いつスーパー行ったっけ前に。私いつ行った、キノコはね洗っちゃいけないんだよ。ダメ。よいしょ。これ本当に辛いんかな。韓国の唐辛子がね美味しいんですよ。これあのキムチ用で買ったんだけどうまいんだよね。あの日本の唐辛子よりも
や、前王子に手料理食べさせてあげたかったな。よいしょ。いや辛いよ普通に。おう、うまそうじゃん。激辛ラーメン。激辛。あ、100ナイスありがとう。113ナイス。いただきます。久しぶりの。これ入れすぎたか？入れすぎたかな？うまい。安いな、これ。5食150円。普通に うまいんだけど。おいしい。うん、うん、あ、疲れた。絶対一人暮らしだったら鍋で直で食べてるくせに。みんなそうでしょ、絶対。かわいこぶってんだろ、絶対。そうだよね。食べない？しない？で、一回やってみたら楽だから。あとキッチンでさ、立ちながら食べたりとかしちゃう。なんでそんな手が震えんの？もうパニショーだからじゃない？びっくりした。高額アイテムありがとう。ちょっと辛かったね。クッキングアイテムのイベント激アツ開催中なんで、皆さん、この唐辛子がでかいからだ。辛いっていうかでかい。でも普通にうまそうじゃない？どんだけ手に触れてんの？とりあえず安心したから寝るの？今から寝んの？私もう規則、もうね、逆に規則正しくなっちゃったね。朝起きて、昨日の昼間に寝たのね。昨日の昼間に寝てさっき起きたから。王子は陽子ちゃんといると思う。でワンちゃん、まあへえ。でなんかラムちゃんが風邪ひいてたんだよ。微熱らしい、なんか熱らしくて、ラムちゃんが。で、なんか王子がトイレで携帯見てたから、ラブちゃんの看病しに帰ったってこと？そんないいやつなの？そんないいやつかな。まあでも意外と優しいけどね。うん、そうだ、パン。なんちゃん、おはよう。うん、おはよう。今日は雨だね、みんな。やっぱそうなの。やっぱのぐりしか勝たんよね。のぐりいっぱい買っとかないとな。なんかよくわかんない、なんか業務用スーパーで売ってたなんか安いラーメンだけど普通に美味しい。連絡が来て謎が解けたから。連絡来てないって。だから来てません。ただ既読無視になってたね。
ヒュウトクムシとかひどいね。ラム、マユ、エミ太郎ちゃんで、てかさ、エミ太郎ちゃんってすごくない？あのカラオケ歌ってるだけでさ、ツイキャス1500人とか来るの。めちゃくちゃうまいんじゃない、エミ太郎ちゃん。あのエミ太郎ちゃんが結構今ノリに乗ってるじゃん。だからあのアイテム投げたの。アイテム投げて、エミ太郎ちゃん、あのうち来るってコメントしたの。そしたら、女の子には興味ないよって言われた。男好きなんだよって。そう、こういう喋り方しない？エミ太郎ちゃんこういう喋り方しない？似てる？似てた？うだ、私、刑務所入ってた、シャブやってたんだよ。エミ太郎ちゃんの喋り方あの、コツ掴んでる？嘘、似てると思った人ナイスちょうだいね、右下ナイスボタン。かわいいよね。笑顔がかわいい。笑顔が、お前さ、笑うとさ歯茎出ちゃうから、あんま笑いたくないんだよ。笑わないでしょ、前って。いや、バカにしてない、普通にかわいいじゃん。だって前、自分が声低いから、あの声がかわいい子羨ましいもん。でくるちゃんにね、眉の寝声ババアみたいって言われてちょっと傷ついたたまたまあのくるちゃんにアイテム投げようと思ったら、たまたま眉の話してて、ババアみたい声が。でもしょうがないよね、直せないから声ばっかりは。あっか、エビタドの暴露あざとい女って、じゃあ逆になんで私知ってんのこれ。配信で言ってたことをそのまま言ってんだけど。辛い、あの何を疑ってんの？昨日の朝も配信してたよね。何？うちに今寝室でゼロアント王子がいんの今。ゼロアント王子が今寝室で寝てんの。ありえないから。どんだけカオスなんだよ。さっきからさ。まゆちゃんやっぱり綺麗ね。あ、てっちゃん、クマありがとうございます。綺麗だってさ。そんな配信外で神会みたいなこと行われてんの？でもさ、どこが綺麗なのっていちいち言わなくてもいいじゃん。まゆが綺麗じゃなかったとしました、わざわざ。この唐辛子辛いです。こまいらっしゃい。前は根性あるっていうか、いや根性ないよね。すぐ休んじゃうから。あ、すぐ休むよね前って。あーもういい、もうやだとか言って。根性ないよ、すぐ逃げちゃうから。なんだろう、私こればっかりはマジでひがみだなって思ったのが、あのクマブスとかね。クマかわいいってどこがわくさくさとか。クマちゃんブスってマジでなんか滑稽だよね。そう思わん？みっともないよね。かわいいでしかないね。なんか みっともない、惨めだな。クマちゃんブスってマジ惨めだな。どんなブスが書いてんだろうなってあのね、可愛い子はねそういうことやんないからね。自分に余裕があるから。どんな面でコメント書いてんだろうね。
あ、わたっちさんパスタ4個ありがとうございます。くまちゃんは品がある。あのくまちゃんが笑うときにこうやって笑うのが品があるよね。前もそうしようかな。歯ぐき出しちゃうし。前違う、リスナーかくまブス喋れないからだ。リスナー喋れないって言えばいいじゃん。喋れなかったらじゃあ嘘じゃん。ブスってあんたよりくまちゃんの方が可愛いから勘違いすんのよ。うん、誤爆いた。ご飯はいつもまゆちゃんは無理無理、台所なの。まあ、これぐらい別にいいけどね、誤爆しても。ちなみに誤爆してコメント削除してもあの見えてるからね。消しても無駄だよ。いや、くまちゃんはすっぴんのが可愛いやん。いや、見えてるよ。消してもこっちはね。あー、ごちそうさま。まあいいけどね別に。あと何分くらい配信しよると、いや気分かな。気分です。ねえ、王子ってどこが魅力なの。え、なんかド M にはたまんないんじゃない。ド M で、で結構可愛い子が寄ってくるじゃん。で、まあ、クマちゃんとかもそうだけど、なんかこうチヤホヤされてるじゃん可愛い子って。なのに、え、私っていつもチヤホヤされてるのにこの人私に揺るがないみたいな、なんかこの人気になるみたいな、そんな感じなんじゃない。で可愛い子にモテるじゃん。男の言ってしかできなくなったの残念だよ。ゼロとカルの皆さんなんだね。いや、私今月男ゲーしてないんだけど。あのさ、ゲーって何？私男ゲーしてないからね。あの猫を2日止めね、一緒にペットと生活してただけで、しかも別にセックスもしてなくて、じゃあ仮にじゃあ男と絡んだとしても、うん、男と会話しただけで何のゲイになるの？男友達とかでも男ゲイなの？なんかあの色系になっちゃうと男ゲイなんじゃない？セックスしてどうすんでんどうすんでんみたいな。今月まだ私男ゲイしてません。いやでも本当すごかったね。1日3000ナイツ行ったんだよ。いや王子ってすごいな。ツイキャスの大手ってすごいね。まいちゃん今日仕事休みだから、今日何曜日ですか。3000ナイスでいくらになるの。いや1位になったら20万。あ、金曜日か。ナイス稼いだからって、いやちょっとね気が緩んじゃった。え、でもね昨日もちゃんとやったよ。20万まだ確定じゃないけど、ま、結構差は離れてるんじゃない今。あの2回目のナイス女性部門。前って整形してる痩せてるから自分が一番可愛いと思ってそう。本当にやめてって。か私結構さ、あのいろんなところで見るんだけど、眉は自意識過剰とかさ、マジでやめてくんない。もんちゃんは休んでる2回目。いやそんなことない、自分に自信ないですよね。そんな強くないし、強くないんだよ。なのに眉なら大丈夫だろうとかさ、で他の女の子の方を心配する人とかいるじゃん。あの子は心配だから、でも眉は大丈夫みたいな、眉ちゃん大丈夫でしょみたいな。私だってさ、うさぎちゃんなのに繊細なのに、なんでなんだろう。いや、あざとくないでしょ。うさぎちゃんだよ、今。こう見えて。でもね、マジで自意識過剰じゃないよ。自分のことは、あの第三者目線で見れる。
結構かわいい。マンボリしてないからインしたの今。歯茎一人で生きていける女って思われがち。うちのママドン引きしてんぞ。でさ、ミコまた遊びに来てね。また私一人ぼっちになっちゃった。一人ぼっちになっちゃったっていうか、まあ、一人ぼっちじゃないけどさ。あ、フォローありがとう。ホットキキありがとうございます。少し痩せすぎだよ。いや、太りたいけど太れないんだって。でもそうするとまた自慢って言うじゃん。自慢してるらしいよ、このガリガリホラーマン。眉って自分のこの嫌だよね。そうそう、骨がゴツゴツしちゃうし魅力ないよ。だから王子も言ってたじゃん、なんかあのなんつうのガリガリすぎて色気がないって。あと5キロ太ってもいい。であと顔が一番痩せちゃうから、あの私決めた整形、ほっぺに脂肪注入します。これもう確定だわ。あの50キロぐらいで顔が一番調子いいんだけど、でも50キロの時って普通にまあぽっちゃりしてるから。いや来月前ほら韓国行くじゃん。いやフックはまだ様子見かな。脂肪注入する。それは良くない？脂肪って整形なのかな。ただ脂肪が体のどっかに移動するだけでさ、自分の脂肪がさ、別に切開でもない。